皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは、集客しやすいビジネスモデルを作ろうというお話をしたいと思います。集客しやすいビジネスモデルっていうのが、一言で結論を言ってしまうと、生徒さんが望むレッスンとか教室の特徴を持っている教室は集客をしやすいです。当たり前といえば当たり前なんですけれどもね、案外これが自分の教室っていうことになった時には難しかったりすることが多いです。なぜかっていうと、教室を開きたい方っていうのは何かしら伝えたいものがあったり教えたいものがあるから、教室を開くケースが多いので、当然そのニーズっていうのが、時代の求めるもの、例えば私が今この、動画を撮っているのが2018年の6月なんですけれども、おそらく今の時期ってやっぱり流行りが低糖系のものであったりとかグルテンフリーとか、そういうものがキーになってくるようなものが流行りなわけですよね。流行りっていうのはもちろん一過性のものになるものもあるし定着するものもあるんですけれども、その流行りが皆さんが習いたいわけですよね。だからその流れに乗ったものの方が何にも特徴がない状態よりは集客はしやすい可能性が高いです。あとはその自分が呼びたい属性ですよね。その例えば低糖パン私やってましたけれども、あの当時どういう人をターゲティングしてたかっていうと、糖質制限をしている人ですね、まずは大きく言うと。ただそれもハードな糖質制限じゃないんですよ。お医者さんに言われてもとにかくやらないとかなり体の調子が悪いっていうところまで行ってない、もうちょっと手前の人で、かつ自分でも作ったことはあるんだけれども、あまり上手にパンが作れなかったっていう経験を持っている人とか、美味しくなかったっていう経験を持っている人とか、あとはこれはやり始めて分かったんですけれども、家族に実際にそういう糖質を、糖尿病というかそのやんなくてはいけない人がいるから、そのために覚えたいとか、あとバリエーションをもっと増やしたいとか、コストを安くしたい、冷凍パンを毎回買ってると結構食費かさむんですよね。だから自分で作るっていう方が選択肢としては正しかったり、そのあたりが中心に私の場合には集客しようって決めていたのと、あとは普通に食べれるんです、普通のパンとかを。だけれども低糖パンに単純に興味がある人、流行りっていうことで、あとはプチダイエット、やっぱ糖質制限すると痩せたりとかしますんで、そのあたりのちょっと少しだけ緩めのところっていうのをしっかりセグメンテーションして、で時代のニーズがあるのも分かっていたし、他の教室が連続でコースっていうのをまだ当時立てていなかったので、それで作ったのがテトパンのクラスだったんですね。だから望まれるものをリサーチして作って欲しい人に届くように、キーワードとかはちゃんと意識しているんですけれども、それで講座を作るっていう形をしたので、テトパンのクラスは集めやすかったんですね。じゃあ私はもともと低糖パンを教えたい人だったのかっていうと、大きなミッションとしては、おしゃれなっていうのはキーワードになるとして、プレゼントしたくなる、天然酵母パンっていうのは大きなあれですけどね、低糖パン天然酵母パンじゃないですよ。だけどパンを作ることが自分の喜びであると同時に、それを食べてもらう人が喜ぶようなパンという括りで言えば、低糖パンをそれを扱っても全然構わなかったわけなんですよね。しかも成形が面白くないっていうか、あんまりこう、見た目が楽しそうじゃない低糖パンが非常に多い時代でしたので、今はだいぶ変わったんだと思うんですけれども、その時代にそのパンを提供するっていうのは、そういったのに、渇望している人たちにとってはとても嬉しい内容だったので、やはり遠方からも来ましたし、飛行機新幹線を使ってくる方もいらっしゃったっていうことで、そういうビジネスモデルを作ったっていうことになりますね。だから先日無料相談とかっていうのを私受けてたりとかするときにですね、今度教室を開業したいんですと、で私はこういうものを作りたいっていう、私はっていうのがやはり由旨があって、それがあるから当然今の知識を学んでるんだとは思うんですけれどもね。そうすると
まあ当然なんですけど、その業界業種業態内容が私の経験事情を、まあ、レッドオーシャンというマーケティング用語でいう、まあ、赤い海太陽っていうことで海なんですね。もう要は人がいっぱいいてお客さんの方が少ないような市場ですね、まあ、そのあたりに入っていくとやはりきつい。だから集客しやすいビジネスモデルを選ぶっていうことは必ずしも自分が 100% やれるとは限らない場合がある。だから何を最優先に自分がしたいかっていうのをもう一度考える必要があるんですよね。ある程度収益ベースって考えるとやはりお客様が望むものをどう提供するかっていうことで、お客様が望むものっていうリサーチ、自分のまあターゲッティングする方の要望を捉えた状態でレッスン開発とかしていかないといけないですし、そちらがきちんと作れるのであれば距離とか交通とか時間とかお金を乗り越えてくる人が結構多くなるので、そこを見つけることが本当は第一に必要だから、自分が作りたい教室ではなくて望まれるものをちゃんとアレンジしてリサーチして作る、これが集客しやすいビジネスモデルの作り方っていうことになるので、そのあたりを一つ考えながら最初にコンセプト作りっていうのをやられるといいんじゃないのかなというふうに思います。それでは。